平様、なかなか咲きませんね。早く咲かないかな。何か言いましたか。そうですね、どうしてですか。あの、花をそんな風に言うのは、でも平様、少し違うところがありますよ。花は散るために咲くのではありません。またいつの日か咲くために散るのです。同じではないです。だってそう考えないと寂しいじゃないですか。
様はお忙しい方ですからね。他のものが勝手にって、でもそれってあまりにも、あ、すいません、なんだか変なこと聞いちゃって。はい。他にも。はい。そうなんですか？はい。もちろんです。でも、平様。そうですか？そんなことよりも大丈夫ですよ。いつかきっと平様にお似合いの素敵な方が現れますよ。ええ、いつかきっとですよ。